ちょっとエピソードもつけてね。これ結局坂本が落ちとかじゃないでしょうね。それはない。今回坂本は除く。全く入れてない。除くか、うん、よかったよかった。まあ入れたいとこだけどな。おい、過去にさまざまなヤバい友達がいた、うん、そいつらを紹介させてくれ。おお。でも紹介してもらったとこですか。いや最近ほら淳がよく出てくるから結構そういうの好きな層もいるのかなっていうね。この本人たちはもう、うん、まあまあこれ聞いてないだろうから、うん、まあ、からん、聞いてても自分だとは思わないと思う。分からんぞとなるような、うん、そうよ、そうだよ。淳か、あ違う。名前で誰か僕分かるよ。小学校から行くのかい、うん、そうだね。だって同じ学校にいるんだから、うん、秋吉かってなるよ。わかるよね、うん、秋吉かってなるね。秋吉がね、秋吉ね、ちょっと秋吉のこの事件がねあるわけなんですよ。名前ポカさんのかい。しかもコメント久美子とか出てるけど。でもよくいるからさ、こういう名前はさ、なんぼでもね。もうチラチラと出てる、ね、フルネームじゃないから大丈夫だ。秋吉ね、うん、名前だって感じじゃないし。そろばん詐欺事件、うん、なんかあったか。僕は知らんな、全く知らないと思う。喋ったことない、ほとんど。これめくっていいの？いいよ。これは左が秋吉、これそう、左が秋吉で、で右はまあ中岡でさ、でこのと急にね、公園で遊んでる時に秋吉が俺にこのそろばんのねやると、もうめっちゃ頭良くなって、俺で実際秋吉すごい算数得意でさ、うん、俺算数めっちゃ早いじゃんって言って、うん、で同じように紹介してもらったとこで、小学校から行くのかい、うん、そうだね。だって同じ学校にいるんだから、うん、秋吉かってなるよね。わかるよね、うん、秋吉かってなるね。秋吉がね、秋吉ね、ちょっと秋吉のこの事件がねあるわけなんですよ。名前ポカさんのかい。しかもコメント久美子とか出てるけど。でもよくいるからさ、こういう名前はさ、なんぼでもね。もうチラチラと出てる、ね、フルネームじゃないから大丈夫だよ、ね、うん、名前だって感じじゃないし。そろばん詐欺事件、うん、なんかあったか。僕は知らんな、全く知らないと思う。喋ったことない、ほとんど。これめくっていいの？いいよ。これは左が秋吉、これそう、左が秋吉で、で右はまあ中岡でさ、でこのと急にね、公園で遊んでる時に秋吉が俺にこのそろばんのねやると、もうめっちゃ頭良くなって、俺で実際秋吉すごい算数得意でさ、うん、俺算数めっちゃ早いじゃんって言って、うん、で同じように計算とかできるようになるから、もう絶対そろばんやった方がいいよって猛プッシュしてくるんだよね、うん、毎日、うん、でじゃあちょっと教室探してみようかなって言おうとしたら、いやちょ、俺の行ってる教室がめっちゃいいから、うん、絶対そこ行くべって。まあいい友達なんじゃないの、うん、そこまで聞くと。まあでも月謝はかかるから、そこだけは申し訳ないけど、それはまあそれ当たり前だからさ、知らんけどさ、でどうしても一緒に行こうぜってことでしょ、うん、いい友達じゃん秋吉。いや、そう、この時はそうやって思ってたんだよ、うん、僕は殴ったくせに。いいやつじゃん、秋吉な。そう、俺は仲良かったんだよ、ガキ大将な。僕は殴ったくせにな。なんだ、殴られた。それ気になるな、ちょっとな。殴られた話な。まあまあまあ、後で言うとしてさ。うん、でも、まあ、いざさ、うん、まあ、このソロバン教室の話は何回もしてるから、うん、まあ、次めくっていただいて、まあ、叩かれた、言ってたね、うん、鉄の棒叩かれたんでしょ。そう、俺だけ太い鉄の棒で殴られっていう話はよくしてるから、まあ知ってると思うんだけど、君だけぶっとい鉄の棒で頭殴られたの、うんうん、みんなはあのカチカチ伸び縮みする細い鉄のさ、あの、うん、刺し棒っていうのか、刺し棒で、刺し棒でピシッピシッと叩くんだけど、一人だけ鉄のパイプで。そう、俺だけ机の、うん、先生の机の中から、うん、お前はこの細いのだったら効かないし、うん、折れるから、うん、もう買い足すの嫌だから、うん、お前はこれだっつってドリ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 って言いながら、バイオハザードで出てくるやつな。そう、あれ叩かれたんだ。丸い鉄の棒でゴンゴンゴンって叩かれるんだよ。いやー、悲惨だよな、うん、でこれだけで終わったんならいつもの話だったんだけど、うん、これの続きがあるわけよ。開けないもんね、うん、なんとね、そろばん教室を紹介した人にはこのおもちゃセットがもらえるっていう話が裏であったらしく、うん、
もう俺紹介されたじゃん。でそしたらもう秋吉はもうおもちゃセット袋いっぱいもらって、うん、うわありがとうなとか言いながら帰ってくわけよ。あの利用される人生ですか。昔からこんな感じなの。もしかして人にこういい顔してればいいかなと思ったの、うん、先生の、虐待欲も満たし、うん、秋吉くんの、うん、ま、所有欲も、俺の品おもちゃ欲も満たし、うん、みんなの欲を満たし満たし、本人は損をし損をしみたいなそんな感じの人生を40まで続けてきたのかい。泣けるからやめろ。自己犠牲の精神。さあこれ2回ぐらいキレポイントあるじゃん。なぜキレないのこれ。いやでも俺はこれは純粋に俺が計算できなかったりそろばん遅かったりで怒られてるのはしょうがないなっていう頭よ。いやしょうがなくないよ。鉄パイプで殴られてる部分はそう切り離さないと。そおかしいじゃん。中ちゃんが計算できなかったのは、うん、それはしょうがない。だって計算できないからここ行ってんだから、うん、そろばん。そうだよ。そこで計算できないから鉄パイプで殴られても仕方がないっていう思考がもうダメなのよ。でも細い棒じゃ俺効かないんだよ。痛くないから。でもってなんでそんな加害者を守るんだ。最初丸い棒だったのに後から角材になったからね、うん、秋吉もこれ、うん、どんな弁護入ってるのか知らんけど、うん、本人の中で、うん、俺は半分ぐらいよこしてくれてもいいじゃん。中ちゃんを紹介してもらったんでしょ、うんうん、そうだよ。半分ぐらいくれよな。公園で一回触らせてくれた。それで、まあ、もう本人は OK、うん、ありがとうっつって楽しかったから泣ける。1番電話は2番3時のおやつは文明堂カステラ1番電話は2番